もう一つ、中学校で習う有名な化学反応の実験をご紹介しましょう。銅と酸素が結合するという反応です。銅といえば、10円玉です。色は赤茶色です。化学反応が起こりやすいように、銅を粉にして、このようにガスバーナーで強く熱すると、空中の酸素と徐々に結合して、真っ黒な物質に変わっていきます。一般に、このように、2種類以上の物質が結合することを、化合、と言いますが、特に酸素というのは、他の物質と結合しやすい性質があるので、ある物質が、酸素と結合することを、酸化、と言います。この場合、銅が酸素と結合してできる黒い物質を酸化銅と呼んでいます。この反応を原子の模型で説明します。まず、空中を飛んでいる酸素は、前にご説明しましたように、必ず2つの原子がひっついて飛んでいます。また、銅は金属ですので、一つ一つの原子がバラバラに動くことができますので、原子の模型も、このようにバラバラに書きます。そして、この銅を熱すると、酸素の気体がやってきて、銅と結合するのです。そして、酸素と銅、それぞれの原子が一つずつ結合することがわかっています。こうしてできたものが酸化銅なのです。この場合も化学反応式を書きます。2Cu 足す O2 矢印 2ClO となります。この O2 は酸素の気体の分子が一つあることを意味します。また、この2は銅の原子がバラで二つあることを意味します。そして、この酸化銅 CuO の分子が二分子できたのです。